次に野口光雄議員の質問を許可します。野口議員。議長。一般質問の機会をいただきありがとうございます。それでは通告に従いまして質問させていただきます。1、新型コロナウイルス感染症について、今第8波という状況で身近なところで次々と感染が広がっています。現在の本市の感染状況についてどうになっているのか伺います。また感染者が増えているのに感染状況の発表方法が変更され、実数が公表されず市民の不安ばかりが増長されています。正確な情報提供が必要だと思いますが、どのように取り組んでおられるのか伺います。2、枚方市駅周辺再整備について、先日私ども議員団主催で枚方市駅前のまちづくりを考える公開講座を開催し、新建築家集団大阪支部の講師から市役所周辺丸岡薬と大阪府民センター周辺の丸岡薬で計画されている事業は土地区画整理事業の本来の目的と乖離がある、私有地を切り売りするだけだと指摘がありました。私もその通りだと思います。丸岡外区はほぼ市と府の公共用地です。丸岡外区はほとんど私有地です。公共用地を生み出すことを目的とする区画整理事業とは言えません。今回の事業ではその土地を民間活力導入エリアとして土地が処分売却されます。市役所の建て替えと私有地売却事業ということを市民に説明すべきです。見解を伺います。3、地球温暖化対策について伺います。近年地球温暖化の影響で毎年異常気象が発生し、まさに気候危機といえる状況にあり、本市としても具体的な対応を急ぐべきと思います。今枚方市では第2次枚方市地球温暖化対策実行計画の策定に向け、現在パブリックコメントを実施されていますが、2050年二酸化炭素実質ゼロ実現に向けてどのように取り組みを進めておられるのか伺います。4、図書館の管理運営について、指定管理者制度導入時に中央図書館が司令塔の機能を果たすとのことでしたが、先日も指摘したように指定管理者として不適切な運営をしている状況をチェックできていないなど、その役割は発揮できていません。機能強化のために中央図書館長は部長職にすべきです。また指定管理者の各図書館長は司書資格と経験を条件にしています。中央図書館長も同所の資格と経験を有する職員を配置すべきです。見解を伺います。5、総合型放課後授業について伺います。先日来年度から実施する総合型放課後授業の委託契約予定事業者を選定した旨の報告を受けました。4つのエリアに3事業者が決定したとのことですが、どれも大手のようです。これらの事業者はどのような事業者なのか、また今後適正な運営がされているのかの確認はどのようにしていくのかお伺いをして、1回目の質問といたします。白井保健所長。はい。1、新型コロナウイルス感染症についてお答えいたします。感染状況の発表方法につきましては、オミクロン株の特徴に鑑み、新型コロナウイルス感染症の発生届対象者が国の方針により、9月26日から全国一斉に65歳以上、妊婦、入院を要する場合などに変更されました。そのため、これら以外は医療機関から保健所への届出義務がなくなり、全数把握の方法が見直されたことから、大阪府においては、9月27日から市町村別の公表を終了し、発生数のみを府全体でまとめて報告しています。これらを受け、本市においては、市内で発生届が出された感染者に限った人数を、市ホームページにおいて1週間単位で毎週水曜日に公表しています。なお、本市の感染状況につきましては、保健所に把握しています発生届出数は、11月初旬では1週間で146件であったものが、12月に入り、直近の1週間では480件でした。富田市駅周辺町活性化部長。次に2、枚方市駅周辺再整備についてお答えいたします。枚方市駅周辺再整備は、20年、30年先を見据え、魅力にあふれた持続可能な町を目指し、
連鎖型まちづくりにより取り組んでおります。丸四丸具合区におきましては、本庁舎機能を丸具合区に移転し、丸四外区の公園の拡充などにより町の中心軸となる緑の大空間を創出するとともに、周辺に民間活力導入エリアを確保することで、新たなコンテンツと連携したにぎわいの創出やウォーカブルな街づくりなどを目的としております。その実現に向けましては、公民連携で取り組む必要があることから、道路などのインフラ整備と合わせて事業の検討段階から関係機関や民間の創意工夫の活用が可能であり、財政状況などにも柔軟に対応できる土地区画整理事業により進めていく考えでございます。また市民への説明につきましては、引き続きさまざまな手法により行うとともに、今後予定しております枚方市駅周辺再整備基本計画の改定に合わせて、パブリックコメントや市民説明会などを実施していく考えでございます。金津環境部長。はい、次に3、地球温暖化対策についてお答えいたします。2050年二酸化炭素実質ゼロの実現を見据え、2030年度に向けましては、建築物の省エネ化や市民事業者などによる省エネルギーの取り組みを進めることで、エネルギー資源の使用量を極力削減するとともに、再生可能エネルギーの普及を促進することで、エネルギー使用に伴い排出される温室効果ガス排出量を削減し、第二次枚方市地球温暖化対策実行計画区域施策編の目標でもあります温室効果ガス排出量 47% 以上削減の達成に向けて取り組みを進めてまいります。さらに2030年度以降は、省エネルギーや再生可能エネルギーの普及拡大に向けた取り組みを進化させていくとともに、エネルギー転換やカーボンリサイクル技術などの脱炭素社会に向けた技術革新などにより、2050年二酸化炭素実質ゼロの実現を目指したいと考えております。新内総合教育部長。はい、次に4、図書館の管理運営についてお答えいたします。図書館の運営におきましては、専門的な知識を有する図書館司書資格を持った職員の配置が必要と考えておりますが、中央図書館長につきましては、図書館全体のマネジメント能力が求められているところですので、図書館司書資格の有無を問わず、当該能力を有する職員の配置が必要であると考えております。院連学校教育部長。5、総合型放課後事業についてお答えいたします。総合型放課後事業の委託契約事業者につきましては、選定された3事業者とも、放課後児童健全育成事業と全児童対象の社会教育活動の実績を有しており、申請団体の経営方針等が本市が求める事業実施方針や人員配置を満たしていることを確認しております。また今後は契約締結にあたって、改めて事業者の配置や業務内容などの運営にあたっての基準を示し、品質の確保を求めるとともに、運営状況については市の職員が巡回して確認するほか、アンケートや責任者連絡調整会議を実施し、市と事業者が連携して運営内容の向上に努めてまいります。野口議員。はい、それぞれご答弁ありがとうございました。それでは2回目の質問をさせていただきます。1、新型コロナウイルス感染症についてですが、発生届の対象が65歳以上、妊婦入院を要する場合、または重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬または新たに酸素投入が必要と医師が判断する場合に変更されたとのことでした。そのため、発生届の対象である感染者は、これまで通り厚生労働省のシステム、新型コロナウイルス感染症等情報把握管理システムであるハーシスに登録され、保健所で把握管理されます。しかし、これらに当てはまらない方が陽性になった際は、自分で大阪府の陽性者登録センターへ登録しますが、ハーシスと違い、保健所では患者の把握管理を行っていないということでした。府に対し、枚方の登録者の報告を求め、枚方全体の感染状況を市民に知らせていただくよう求めておきます。市民の方からは、重症化リスクのある基礎疾患があっても発生届の対象ではないため、ハーシスに登録されず保健所に把握されていないのが不安だとのお声をいただいています。このような市民の不安にどのように対応してもらうことはできないのか、お考えをいたします。白井保健所長。
はい、まず重症化リスクのある基礎疾患のある方につきましては、その疾患のかかりつけ医にいざというときのご相談をしていただくようお願いしております。新型コロナウイルス感染症になり体調に関して不安がある場合にも基礎疾患への影響を見ていただくことが重要です。また大阪府の陽性者登録センターへ登録した後、府自宅待機 SOS に連絡すると、宿泊療養を希望する場合の宿泊先の手配や体調が不安なときには看護師による健康相談、自宅療養中に体調が悪化したときにはオンライン診療や往診医療機関などの案内を行っております。なお市の新型コロナ受診相談センターや枚方健康ホットライン24でも新型コロナに関する相談を広く受け付けております。野口議員。国の方針変更により新型コロナウイルス感染症に関する対応がさまざま変更されています。市民に分かりやすく丁寧な周知をお願いをしております。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で生活保護を受ける世帯が増加しているとの報道があります。枚方市の状況について伺います。またコロナ禍において社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等により収入の減少があった方に対し特例の貸し付けを実施してこられました。1月よりその返済が監視されますが、返済免除にならない方が返済をすることで生活困窮に陥らないか大変心配をしています。返済免除にならない方に対して市ではどのような対応を行うのかお伺いをいたします。服部福祉事務所長。本市の生活保護受給世帯は2019年12月は5755世帯、2021年12月は6829世帯、2022年6月時点では5844世帯であり89世帯の増加となっております。社会福祉協議会の特例貸付の返済免除には至らないものの、償還が困難な借り受け人に対しましては、国から個々の状況に配慮した償還猶予等の活用が示されております。本市におきましても、借り受け人が収入減少や不安定就労によって生活が安定しない場合などにおいては、その状況を丁寧に把握した上で、自立相談支援機関等で意見書を作成し、償還を猶予するなど、引き続き自立へつなぐ支援に努めてまいります。野口議員。はい、相談に来られた市民に対して十分事情を聞いて丁寧な対応をしていただくよう要望をしておきます。次に枚方市駅周辺再整備について2回目の質問です。今学校給食の無償化や高齢者の外出支援など他市と比べて枚方市が大変遅れているさまざまな事業に対して市民から強い要望がある中で、連鎖型の大型開発事業はやめて災害に対応するための庁舎の建て替えを優先し、また地方図書館や子育ての拠点施設をマリオン外区で新庁舎整備と合わせて進めるべきと考えますが、見解を伺います。富田部長。新庁舎の整備につきましては、枚方市駅周辺再整備で目指す町の姿やその波及効果、防災、減災など町づくりの総合的な観点から評価を行い、丸子外区での実現に向け取り組みを進めてまいります。野口議員。9月議会で新庁舎の移転条例が否決されたにもかかわらず、依然として丸子外区の庁舎ありきの事業の進め方をしているということです。市は新庁舎の位置を再検討するべきだと考えますが、見解を伺います。富田部長。本庁舎の位置条例の改正につきましては、連鎖型まちづくりを止めることなく、再整備基本計画をできる限り早期かつ円滑に実現していくなどの観点から、9月定例図機会にご提案したものでございます。本市といたしましては、その際にいただきました市民への説明不足や提案のタイミングなどのご意見を含め、厳しい結果を真摯に受け止めております。一方で丸子外区における新庁舎整備と関連する丸三外区の財産取得の契約並びに丸四丸子外区の環境影響評価を含む補正予算につきましては、5ヶ月いただきましたことから、再整備基本計画および丸四丸子外区の私有地を有効活用したまちづくりの考え方に基づく町の実現に向けていただいた課題解決を含め、引き続き議会のご意見を伺いながら取り組む考えでございます。
野口議員。議会の意見を伺いながらという答弁でしたけれども、一昨日の13日の夕方に、枚方市駅周辺再整備ウェブアンケートの実施についての突然のお知らせがありました。なぜこの間、議会に報告がなかったのでしょうか。なぜ対象者を限定したアンケートになったのか。アンケート内容は誰が作成したのでしょうか。あまりにもそのアンケートの内容は恣意的な内容です。ここでは丸子が良くに市役所ができることを前提にしています。これでは移転条例を否決した議会での議決を否定することになります。作り直すべきだと考えますが、見解を伺います。富田部長。本アンケートにつきましては、今年度発注いたしました枚方市駅南地区事業検討調査支援業務委託の一環といたしまして、枚方市駅周辺再整備に関する市民や来街者の現状認識などを把握し、今後の再整備の参考とさせていただくため、今回、電気通信事業者の携帯キャリアツールを活用して、ウェブアンケート調査を実施するものでございます。対象者につきましては、この電気通信事業者への会員登録者のうち、システムにおいてアンケートを実施できるとされている20歳から99歳までの最大の範囲としております。また、GPS 履歴から対象者を選定するに際し、枚方市総合文化芸術センター供用後の最新データを調査するため、枚方市駅においてこの1年以内に30分以上滞在したことがある方を対象といたしました。アンケートの内容につきましては、庁内委員会での議論などを経て策定いたしました。なお、本アンケートにつきましては、12月下旬より実施を予定しており、先般、実施に先立ち、議会への情報提供を行ったものでございます。野口議員。アンケートの内容は、つまり枚方市が作成し、このアンケートは枚方市が実施するということです。このアンケートに答えることができるのは、全体の携帯キャリアの3割程度の1つの電気通信事業者、ドコモユーザーだけです。7割の方は答える機会を奪われています。ましてやスマホを持たない人は最初から除外されています。このような市民間の不公平が生じることを、市が税金を使って実施すべきではないと考えますが、市長の見解をお伺いします。伏見市長。私といたしましては、多くの方からのご意見をいただくことができるウェブアンケート調査については、枚方市駅周辺のまちづくりを進めるにあたり、効果的な手法であると認識しています。先ほど部長からもですね、答弁ありましたとおり、さまざまな手法を用いて、市民の意見を聞いてまいりたいと思いますので、このウェブアンケートというのは一つのですね、手法でありまして。他にもですね、いろんな聞き方があるのかなというふうに思ってます。野口議員。はい、答弁ありがとうございます。さまざまな取り組みをしながら、市民の意見を聞いていただくということですので、ウェブアンケートを実施するわけですから、早急に他の方々にもさまざまなご意見を聞いていただく、また私どもが一貫して求めてきた市民説明会を早急に開催していただくように、よろしくお願いをいたします。次に、産地気温暖化対策について、答弁では2050年二酸化炭素実質ゼロの実現に向けては、技術革新のみで、市として市民の主体的な取り組みを支援するものがありません。対してでは、住宅用の太陽光発電設備の設置経費に対する補助を行っているところもあります。住宅用の太陽光発電設備への補助を行うべきと考えますが、見解を伺います。金瀬環境部長。脱炭素社会の実現に向けましては、住宅用の太陽光発電設備を増やすなど、自立分散型エネルギーの普及拡大が重要だと考えております。本市では、大阪等の連携により、太陽光発電設備と蓄電池を市民みんなでお得に購入することができる、太陽光発電および蓄電池システムの共同購入事業を実施し、住宅用太陽光発電や蓄電池のさらなる普及拡大を図っております。令和4年度は、共同購入によるスケールメリットを生かし、太陽光パネルで市場価格から約 24.7%、太陽光パネルと蓄電池で約 25%、蓄電池単体で約 33% お得に購入することが可能となりました。野口議員。
大阪府との連携事業にどれくらいの市民が共同購入し参加されているのか、また地域では現在どれくらいの太陽光発電の普及が進んでいるのかお伺いをいたします。金瀬部長。太陽光発電および蓄電池システムの共同購入事業では、大阪府域全体で2073世帯が参加登録され、本市では162世帯の市民が参加登録されました。これは大阪府域で大阪市に次いで堺市と並び2番目の参加登録数となっております。また地域におけます固定価格買取制度に認定された令和3年度末時点での太陽光発電容量は54,919kW で、8141件の太陽光発電設備を設置しております。野口議員。府との連携事業に参加しているのは162世帯ということでした。市が補助をすることで家庭用太陽光発電設備、または市民発電所などを広げていただくよう求めておきます。また府が各市で環境非常事態宣言を行っています。お隣の片野市や川向井の高槻市でも宣言をしています。全国有数の暑い町枚方でも宣言するべきと要望をしておきます。4、図書館の管理運営について2回目の質問をいたします。中央図書館の館長については司令塔にふさわしい位置づけを求めておきます。私はこれまで図書館協議会の設置を求めてきましたが、図書館を充実させるためには利用者、利用団体代表、図書館の専門学習経験者で構成する図書館協議会を設置すべきと思いますが、見解を伺います。市内総合教育部長。はい、図書館協議会は任意設置の審議会であり、その委員は図書館法施行規則第12条にございますように、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験のある者の中から任命することとなっておりまして、現在の社会教育委員設置条例に定める委員構成と同じでございます。本市におきましては、広く社会教育の観点から、図書館に関する検討を行っていただくため、従来、社会教育委員会議において、図書館関連の案件についてご議論いただいておりまして、社会教育委員会議に図書館協議会の役割を果たしていただいているものと考えております。野口議員。はい、それでは、社会教育委員会議は今年度何回開催されてきたのか、お伺いをいたします。新内委員長。はい、今年度は来年3月までに1回開催する予定でございます。野口議員。今年度は一度も開催していないけれども、図書館協議会の役割を果たしているとの答弁でしたけれども、やはり専門家やまた利用者市民の意見を聞くことを軽視しているとしか思えない状態です。つまりこの間丸山外区での駅前図書館の整備やまた指定管理者の指定などについては全く図られていない、意見も聞かずに枚方市が進めているということになります。改善と協議会の設置を強く求めておきます。来年4月からの任期付き短時間勤務図書館サービス従事員を募集していました。この方たちは時間給1196円です。更新できますが、3年ごとに必ず試験があります。つまり3年間の有期雇用です。指定管理者の図書館で働くスタッフの募集広告では、最低賃金を若干上回る金額で募集をされています。こちらも指定管理で5年単位となります。朝日新聞の11月28日の記事に、非正規秘書待遇改善訴えの記事が掲載されています。この低賃金の背景には、家庭内で男性が稼ぎ、女性は扶養家族になるという前提があるのではとの指摘もありました。その上、枚方市が進める職員定数基本方針がさらに非正規秘書を生ますことになっています。この状態をどのように考えているのでしょうか。SDGs、また貧困、平等、ジェンダー平等の点でも、秘書が率先して改善すべきではないのか、見解を伺います。内部長。はい、図書館では、主に窓口業務などの定型業務に携わる、図書館サービス従事員、その指導を行う図書館サービス専門員、選書などの非定期業務、マネジメント業務などを行う正規職員など、それぞれの役割に応じた多様な任用形態を活用することで、効果的、効率的な図書館運営が可能になると考えておるところでございます。また、図書館では法律に基づく給与決定の原則や、他の自治体とのバランス等も考慮しながら給与を決定しており、その賃金は適正であると考えているところでございます。野口議員。法令に基づくのは当然であります。私立も
私立の図書館も指定管理の図書館でも専門的な仕事をしていただいている図書館秘書の皆さんが将来に不安を持つことなく安定的に図書館業務を従事できるようにしていただくよう強く要望をしておきます。5、総合型放課後授業について2回目の質問をいたします。先ほど人員配置計画がしっかり示された事業者に決定したとお聞きしました。総合型放課後事業運営業務使用書では学校ごとに統括責任者を置くこととして業務全体を総合的に監督し教育委員会との連携調整を行うとされています。この統括責任者について事業者はどのような人を配置するのか、市が募集の際に示した委託料の算定の考え方についてお伺いをします。印伝学校教育部長。統括責任者の配置につきましては業務全体を統括し全従事者の指揮監督及び労務管理を行うとともに業務が円滑に実施できるよう必要な指示、調整、報告を行うことを求めており、どの事業者も常勤職員を配置する提案がなされております。市が示した委託料の見積もり上限額はこれまでの運営実績等から金額を算出したものであり、運営過配や障害児過配等を除く班の基準児童数を基本として委託料を算定したもので、班の人数が出席率も含めて基準より多い場合など安全管理上等必要な業務従事者の追加配置が必要と判断した場合は別途委託料を支払うものでございます。野口議員。私はこの間、留守課で児童会職員の正職員を求めてきましたが、来年度からは直営校ではフルタイム職員を複数配置する改善がされるとのことです。民営校においても安定した職員配置となるよう求めておきます。次に放課後オープンスクエアについて伺います。社会教育法第5条第13号の規定に基づき実施をすると使用書にあります。それを学校教育部が所管するのはおかしいのではないでしょうか。社会教育法第9条の3では、社会教育主事は社会教育事業に専門的な技術的な助言と指導を与えるとあります。社会教育主事を配置した社会教育部として実施すべきではないでしょうか。見解を伺います。印伝部長。総合型放課後事業は教育委員会が市長から委任を受けて実施する児童福祉法に基づく留守家庭児童会室事業と社会教育法に基づく放課後子ども教室事業の一体的な運営に取り組むものでございますが、学校施設の活用を図る上で学校との連携が必要不可欠であることから現在の所管としているものでございます。野口議員。学校施設を利用するから学校教育部というのは理解できません。社会教育として学校を活用せよというのは文科省の方針です。社会教育として子どもの放課後を充実させるべきです。次に枚方子ども生き生き広場事業について使用書には連携を図ることとしか書いてありませんが、どのように地域と関わっていくのか伺います。委員長。これまで枚方市では地域の子どもは地域で育てるといった思いのもと、枚方子ども生き生き広場についてはさまざまなノウハウやネットワークをお持ちの地域の方々により、地域の特色や多様性を生かした体験活動などを通して子どもの可能性を広げる取り組みを行っていただいておりました。今後もこうした考えのもと引き続き実施をお願いするものですが、とりわけ土曜日につきましては枚方子ども生き生き広場や学校開放事業、放課後オープンスクエアなど事業が重なることから活動場所の調整や活動内容の連携を図りながら円滑な事業実施に努めてまいります。野口議員。子ども生き生き広場事業など今回の総合型放課後事業については地域との協力が大変重要になっていると考えます。十分地域と連携していただくようにお願いをしたいと思いますが、この放課後総合型放課後事業は一つの課では到底対応しきれないほどの事業量があると思います。体制を拡充して取り組むように求めておきたいと思います。この間枚方市は官民連携また民間委託を進めてきています。直営の業務が減ったことで市役所の体制が脆弱になっています。市としてすべての市役所業務に対して十分責任を果たせるだけの職員の力量、全体の保守者としてまた福祉の向上を図るそういう体制を構築するよう求めて私の一般質問を終わります。ありがとうございました。これにて野口光男議員の質問を終結します。
これにて岩本裕介議員の質問を終結します。